それではメレンゲを作っていきます。用意する卵白ですが、必ず冷たいものを用意してください。冷凍卵白でも構いません。こちら卵白が冷えていないとなかなか泡立たないので、冷えた卵白を用意しましょう。そして入るのがグラニュー糖です。グラニュー糖じゃないとメレンゲの泡が安定しません。きび砂糖とか茶色いお砂糖、とても体にいいので使いたい気持ちはわかるのですが、この後着色をしたり焼くときにですね、やはり茶色いお砂糖焦げ付きやすかったり色が変わってしまうことがありますので、必ずグラニュー糖を使用しましょう。そしてボウルが汚れていないかどうかもチェックしてください。油分がついていたり、例えば卵黄が少し入ってたりすると上手に泡立たないので、そちらもチェックしてください。全部の準備ができたら泡立てていきましょう。ハンドミキサーの中速でやっていきます。はい、ではこれぐらい角が立つぐらいですね、もう見た目からメレンゲ完成したんじゃないかっていうぐらいまで立ててからお砂糖が入ります。グラニュー糖3分の1です。このタイミング間違えちゃうとメレンゲ一生泡立ちませんので、本当にね、大事にしてください。液体の時に入れるシフォンケーキみたいな緩いメレンゲじゃなくて、今回はカチカチのメレンゲが目標なので、これぐらいのタイミングで入れるのがベストです。ではまた立てていきます。
はい、では2回目いきます。先ほどよりだいぶ硬さも出て、さらにツヤが出ました。ツヤが出たということは入れたグラニュー糖が溶けたという合図です。では2回目入れましょう。3回目も同じようにツヤが出たら入れていきますね。はい、先ほどよりだいぶ粘りが出てきました。ツヤツヤにメレンゲも光ってます。グラニュー糖が溶けたサインですね。では最後に3回目のグラニュー糖を入れて混ぜていきましょう。はい、こちらでメレンゲが完成です。皆さんどうですか？一緒に作ってる方同じぐらいの硬さになりましたか？これぐらいしっかりとしたメレンゲを作ってみてください。できたかどうかのチェックですが、ボールをひっくり返して叩いてみましょう。これをひっくり返してみます。そして叩きます。はい、全く落ちないですね。しっかりと硬いメレンゲができたら完成です。ではこの中にふるっておいた粉砂糖とコーンスターチを加えます。必ずふるっておいたものを加えてください。2回に分けて加えていきます。まず1回目です。ゴムベラを使って切るように混ぜていきましょう。すごくふわふわで勢いよく混ぜてしまうと飛び散ってしまうので、優しく混ぜていきます。でちょっとこうゴムベラの面でグッとこう
下にこうやってこすりつけるようにするといいですね。ずっと縦でこうやって切ってサクサクと混ぜていくとなかなか混ざりません。で、多少はこうやってね、こうゴムベラをボウルの底にこうこすりつけるような混ぜ方をしないと、もう一生混ざらないみたいにね、なかなか混ざってくれませんので、ちょっと泡が潰れるかなと思っても大丈夫です。ここまでしっかり立ててたらそんなに泡が潰れませんので、ちょっとこういう風に寝かせながら混ぜる、これがポイントですね。はい、では2回目入れます。ちょっと混ぜ残りがあるぐらいで2回目も入れてしまってください。さっきと同じように混ぜていきますね。ひっくり返してちょっと潰すような感じですね。スポンジケーキだとこういう混ぜ方はしないんですけど、こういうメレンゲのものですね、ダックワーズとかこういうメレンゲ菓子はずっと縦に縦に切っててもなんかね全然混ざりませんので、ちょっとこうゴムベラを90度回転させてボウルの底にこすりつけるような混ぜ方にしてあげるととてもいいです。ぐっと混ぜていきますね。で、ここでは最後粉っぽさがないようにしといてください。もうあとは着色するだけなので、粉っぽいところがないか必ず確認しましょう。うん、なさそうですね。はい、 OK です。では今から着色をしていきます。はい、今回はですねメレンゲのちっちゃいものを量産しようと思っております。なので小さいものを作るときはですね、こちらね着色の仕方が若干変わるので、そこをしっかりチェックしておいてください。では着色していきます。用意するものは竹串ですね。もうあの着色用の竹串なので色が変わってますが、はい、こちらと、あとは着色料なんですけども、だいたいこういうものが多いです。だいぶ汚れてしまってますが、アイシングカラーですね、ウィルトンのアイシングカラーを使用しています。今日は紫を作ろうかな。だいたい2色ぐらいがいいです。紫と、はい、人気どころで言うと紫と赤とかは可愛いですね。ちょっとユニコーンカラーみたいになります。もしもう1色入れるんであれば青がいいかなと思います。はい、じゃあ今日はこの3色をちょっと使っていきますね。はい、ではこちらなんですけども、開けていただいたら結構手につきやすいので手袋した方がいいと思います。でここに竹串を入れます。ズボッと、だいたい量これぐらいで、これに直接色をつけます。ズボッズボッと何箇所も奥の方まで刺してください。はい、今10回ぐらい刺しました。これで OK です。はい、では続いても同じようにやっていきますね。じゃあ次赤いきましょうか。赤も開けていただいたら竹串をこの中に刺して赤取りました。でこれをまたズボ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 、はい、奥の方まで刺していきます。何箇所も刺してください。これで OK です。じゃあ次紫いきたいと思います。紫ですね、こちらも同じように竹串を刺していただいて色がついたのでズボズボズボっと、はい、これで OK です。はい、こんな風に着色をしていきます。はい、ではこちらですね、少しだけ混ぜていきます。混ぜすぎてしまうと色がマーブルに出ないので少しだけ混ぜていきます。はい、もういいですもういいです。はい、もう3回ぐらいでいいです。はい、これぐらい混ぜていただいたら、もうこの状態でですね、絞り袋の中に入れていきましょう。今回の絞り袋の口金はこういった口金です。
すごく小さいサイズですね。1センチもないと思います。 0.7 ぐらいかな。はい、こちらの口金を使っていきます。絞り袋にこのね入れていきます。もうこうやってマーブルになってます。若干なんか歯磨き粉感ありますねこうすくってこの中にズボッと入れる、すくってこの中にズボッと入れる。こう入れる時にね混ざってくるんですよ。なのでなんかそこまで綺麗に混ぜなくても大丈夫です。はい、袋の中こんな感じです。では実際に絞っていきましょう。では出してみますね。まず1個目なのでちょっと白が出ます。だんだん色つきが出てきました。だんだんマーブルになってきましたね。はい、じゃあ続きいきますね。はい、たくさんできました。マーブルな色ができたのでこれの組み合わせをしたらすごく可愛いんじゃないかなと思います。ではこちら焼いていきたいと思います。100度でなんと3時間です。すごく時間がかかります。低温で焼かないと焦げた色になってしまうので100度で3時間焼いていきましょう。メレンゲクッキーおすすめのオーブンはアイリス大山のこちらです。低温調理が非常に得意で綺麗な色で焼けるのが特徴ですね。1台これ1万円以下で購入できるのでもしお家のオーブン2台目買おうか悩んでる方おすすめです。少し容量がちっちゃいので大きなシフォンケーキ焼くとかは難しいんですけども低温調理のプリンとかメレンゲクッキー焼くときはすごく綺麗に焼けますのでおすすめです。はい、ということで焼けました。100度で3時間焼いたらこのように仕上がります。かなり湿気に弱いのでこの後すぐに包装していきましょう。包装するときは必ず乾燥剤を使ってください。乾燥剤は100均で売っているもので構いません。こちらはセリアで購入した袋ですね。中に乾燥剤も入れてあります。しっかり乾燥剤を入れておくと何ヶ月も日持ちしますが日焼けをしやすいのであまり日が当たらないところに置いておいてください。アイスクリームのコーンと一緒に合わせるとすごく可愛くできますよ。いろんな包装で楽しんでみてください。ということで今回はメレンゲクッキーの作り方をシェアしていきました。
お家でぜひ卵白が余ってる時に作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。